はい、酒好きな、元新潟人の飲酒動画です。今回は生、発泡酒ですね。レモンビール。これなんと値段がこれ300円ぐらいですね。めっちゃ高かった。250円だから300円しました。高っかと思って。まあいいや、仕方ね、買うかと思って買いました。名称、かっこ、発泡、名称発泡酒、かっこ、日本ではレモン果汁が入ったものは、ビールという記載できないためって、しっかりそこまで書いてある。かっこで。かっこでちゃんと書いてあるわ、それ。そうなんですよね。そう。麦芽使用率が 25% 未満。原材料が麦芽、大麦麦芽と、ホップと、糖類と、濃縮、レモン果汁とビタミン C と酸味料と香料。アルコール度数 4%。販売者が日本ビール株式会社。製造者が日本ビール醸造株式会社。ビールの白濁はレモン果汁ですので品質には問題ありません。と書いてあります。嫌な予感するな、これな。もう大体味の予想つくでしょ、これ。ぶっちゃけ。うわぁ。うわぁ、これは。だってさ、もう嫌な予感しかしねえもん、だって。原材料を見て、糖類って書いてあって、で、なおかつレモン果汁も入ってるっていうことは、甘いプラス酸っぱいで、レモンの味でしょ？おー。乾杯。うわぁ。これだよ。なんかね、レモンチューハイをビールにちょこっとペペペアって入れた感じ。そんな味です。あのね、甘い。多分そうだな。感覚的にはレモンチューハイ1のビール1で1対1で混ぜたような味する。これなんでこんなに高いんだ ?300 円とかしたぞ。ありえんわ。こんなんで300円とかありえんわ。マジで舐めてやがる。消費者舐めてやがる。二度と買わねえ、マジで。二度と買わねえぞ、これ。舐めやがって。しかもアマゾンでも売ってやがるし。なんだよ、これ。すっきりとした味のビールにレモン果汁を加え、フレッシュでフルーティーな味、女性に人気。こんなんさ、本当に言っていい？あのさ、CC レモンのさ、CC レモンとさ、アサヒスーパードライさ、混ぜれば出来上がるぜ、これ絶対。マジで。やってみ、これ。絶対、そうだから。俺、自信あるわ。CC レモンをね、だいたいそうだな。CC レモン3分の1入れて、あとの3分の2を、朝日スーパードライで、薄めれば出来上がるわ。100%。そんな味。もう、チャチー。もうチャチーってレベル通り越してる。こんな売るんだぜ。この日本ビール株式会社とかいうわけわからん、なんか、まっともな、そうな名前つけやがって。ふざけんなよ。ソムリエ田崎さん考案の CC レモンプラスビールのカクテル、レモンビールを飲んでみたって。ヒルナンデスで、ソムリエの、人が紹介していたという CC レモンとビールのカクテル。まさにこれじゃん。まさにこれだよ。
まさにこの CC レモンの甘さが、いい具合に、結構甘いっすよ、CC レモンって。だから CC レモン1か、3分の1入れて、ちょうどいい。本当にちょうどいい。この甘さだと、せやね、半分ぐらい入れないと結構甘いからね、これ。言うて。マジ舐め腐ってる、これ。確実に舐めてる。消費者舐めてるよ、これ。こんなの作りやがって。こんなん簡単にできるやん。何が発泡酒だよ、ボケカス。マジで、この会社マジでもう、ぶっ殺してえわ。二度と買いたくないレベルなの、この会社の商品。そんなレベルするわ。何がレモン果汁使ってると、ビールとは記載できないためだよ、ボケ。せめてさ、これ、糖類使ってなかったらさ、まだ、わかるよ。でもこれ完全に糖類使ってると、チャッチい味なんだよね。もう甘い。あ、これ、チューハイじゃね?みたいな。かなりチューハイに近い味だよね、これ。本当に。しかも値段が300円とかすんだよ。まあこれがさ、200円とかだったらまあわからんでもない。300円だろ。舐めるなよ。本当に舐めるなって思う。さすがに俺も、これはちょっとないわと思うね。味がね、薄っぺらすぎる。しかもコクもクソもない。夏に飲みたいビールとか言うけど、夏にこんな甘いビール飲みたくねえわってなるわけだ。でも微妙なんだよね。冬に飲むにしてもコクがなさすぎる。夏に飲むとしても甘すぎる。なんだこれは。ほら、335円とかすんだよ。これ、350cc の瓶のやつ、335円だって。書いてあったわ。ネットに書いてあった。335円だ。たっか。ってことはこれ350円ぐらいしたってことや。ああ、ほらしい。ああ、ほらしい。この夏来るかも。女子がハマるレモンビールとは。だってよ。じゃあ飲むなや。ビールが嫌いだったら飲むなって話よ。だ。おすすめの飲み方はロックだって。はぁ。何言うとんのこいつは。アホかよ。本当にさ、一回さ、言わせてもらっていい、いいかな。外国人が例えばさ、最近話題になったけどさ、なんかラーメンすする音をさ、なんかセクハラだとかさ、なんだか、モラハラだとか言いよる人いるじゃん。じゃあ日本来んなっつーの。お前らはなんだよ。じゃあ来んなよ。知らんわ。人のお前、日本の文化だぞ。ラーメンって。それをさ、なんかモラハラだのさ、何ハラだの言うてさ、わけわかんないよね。お前ら外人だろうがよ。お前日本人じゃねえだろ、ボケって。
何しにお前日本来てんねんって。じゃあ来るなよ。嫌なら来るな。外国の文化なんてそんなもんだよ。外国のな、文化なんてな、受け入れられないものはあるのは当然なんだよ。それをなんか、何腹だとか言って。アホちゃうか、あいつら、本当に。本当に、あれ言うてるやつ、本当頭狂っとんじゃん。わざわざ日本に来といてさ、うんちゃかこんちゃか人のなんか、なあ、食文化にお前、ケチつけるさ。アホちゃう、ほんとに。もうなんか日本来て米まずいって言ってんのと同義やで。米まずい、セクハラーって言ってるのとほんと同じやで。バカちゃうわ、あいつら。はよ、母国へ帰れよ。もう二度と日本に来るな。ゴミどもめ。死ね。うん、という感じですね。本当にああいうやつは本当迷惑だから来ないでほしいですね。二度と日本に来ないでほしいですね。国、これは甘いですね。香り、まあ、香りはまあ、ある。これは、買うやつがバカということを言わせてもらうと、買うやつがバカっていうか、ほとんど詐欺に近いですね、これはね。24421です。2441です。ご視聴ありがとうございました。